日、今月も下旬にやっと差し掛かりましたよ。いやー長いですね今月は今月長いですよ。こんばんは。つなぎぎかわいい。そうこれいつ買ったんだっけな、なんかずいぶん前に軽井沢のアウトレットで買ったような気がするんですけど、着る機会がほとんどなく、いやこの時期だと思って引っ張り出してきました。こんばんは。春前とかに買ったのかな、今年のね。こんばんは。いや今日は寒くてですね、我が家の室温も22度となっております。なんか部屋が寒いとどうしたらいいか分かんないんだけど東京での寒い季節なんかあんま経験したことないから、普通にエアコンの暖房をつけたらまあいいと思うんですけど、ストーブがない生活っていうのがね、ちょっと初めてなものでドキドキしています。こんばんは。初見でしたけんさん、こんばんは。今日手紙とプレゼントをお届けしてきた愛媛行くまでに受け取れるか微妙やけど、そうですね、みんなが手紙を送るよっていう感じだったら今月末取りに行こうと思ってますみんなお手紙送ったよって感じだったら、あんまりさこうラグなくさみんなからのさお手紙読みたいじゃん基本的にはね。だからみんなが送ってくれてるようなら劇場に足を運んで取り行こうかなといった感じです。やつさんかわいい人10個ありがとうございます。こんばんは。愛媛に送ったらダメな、今回ね坊ちゃん劇場ねプレゼントとかね手紙ね受け取れないんですよ。そうちょっと感染症対策で坊ちゃん劇場はその体制がプレゼント受け取る体制が整ってないから、ちょっとね今回はダメなんですって言ってたので、ぜひ劇場の方に AKB 劇場の方に送っていただければ私無事受け取れるかなと思っております。今日何の話しようと思ってたんだっけ、なんか話そうと思ってたんだ、あそう今日お部屋の片付けをしました。頑張ったぞ今日は。今日はジムも行ったしお部屋も片付いたし、いいことです。いやなんか最近私ハウスダストアレルギー持ってるんですけど、部屋にホコリがたまると寝る時とかに鼻が痒くて痒くてなんならくしゃみも出るみたいな感じになるんですけど、最近そう昨日一昨日ぐらいがすげえやばくてもうくしゃみずっと出そうみたいな感じだったんですよ。まあ寝る時ってね床に近いからさ顔が、だからなおさらね普段生活してるよりこうむず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 するんですけど、だからさすがに掃除しようってなって、掃除するついでに棚とか模様替えとかしちゃおうと思って今日は模様替えとお掃除しました。まだ服の断捨離ができてないのでもう一段階片付くかなっていった感じですね。断捨離と衣替えしなきゃね。秋服持ってなさすぎて絶望してるけど今。明日の用事は？明日外出する予定があるので洋服買いに行こうかな。秋服なさすぎ。こんばんは。田所さんお化け。2個ありがとうございます。お化け。こんばんは。もはやもう冬だから秋服いらない説。でもさ本気の冬ってさなんかすごい厚着にさ厚いコートとかじゃん。秋ってさ
上はさちょっとこういうさあの何空気通さないやつ、あったかいやつとかちょっと厚手のコートとか着てもさ、中はさやっぱさちょっと薄いトレーナーとかじゃないとさちょっとまだ暑くない？昼間太陽出たりするとなんかそのパーカー裏起毛じゃないパーカートレーナー必要じゃない？って私は思うんだけど、どうかな。トメさん、可愛い人と帽子10個ずつありがとうございます。ヒートテック着ようか迷ってる。まあヒートテックの時期ではあるな、確かに。そういえばまだ一度も着たことないですけど、そういえばヒートテックの恩恵をまだ受けたことがないので、いつかデビューした時に感動すると思います。空気清浄機ねつけております。でね、なんかうち結構普段湿度ちょい高めぐらい、まあ 50%60% ぐらいなんですけど、うちの湿度って。今日なんか手パリパリすんなと思ったら、部屋パッて見たら 30% 以下になってて、 20% 台になってたんですよ、湿度が。そうびっくりしちゃって、やばい、めっちゃ乾燥してると思って。確かになんかこう手パリパリする感じ、すごいさ乾燥肌だからさ手とかすごいパリパリするんですよ、部屋が乾燥すると。冬とかもう手パリパリなの私だから、やばいってなって加湿したので、今は 50% です、湿度。みんなもあの乾燥にはお気をつけて、お肌にも良くないからね。寒いから犬がくっついてきて暖かいです。いいですね、最高じゃん。こんばんは。私は仕事柄常に手パリパリです。いやそうだよね、さやもさ最近さ料理楽しくってさ、料理めっちゃしてるからさ、死ぬほどさあの洗い物してるから手の荒れ方がえぐくて、今乾燥すごいしてるから、そろそろ手袋してお皿洗いをする時期が来てしまいました。それかね、お皿洗いしてすぐねハンドクリームを塗ればいいんだけど、それがめんどくさくてできないんだよね。ジョンマイラブの TikTok 見たよ、ネモハモルームはキレキレで踊っていたね。お、ありがとうございます。なんか今日さたまたま TikTok なんか開いてみたらさ、ぼっちゃん劇場新しいの上がってましたよ。万次郎と竹蔵と舞踊が、そうてかプレゼント秋服送ってる人いそう、いるかな、いますかいますかとか言ってこんばんは、全世界に聞いちゃうやつ。明日は一日中雨で一気に冬服の気候、なんかさそう天気予報見たらなんかめっちゃ寒くてびっくりしちゃった、10度台前半とかだったから、はぁ、寒いわ。明日何着ようかな、お顔は化粧水とか乳液使ってます？化粧水とか乳液使ってないメンバーいないんじゃないかないないと思います。こんばんは。じゃあちょっと愛媛に行く前に劇場に寄りますかね。今月末に皆さんからのお手紙たちを受け取りに行こうかな。なのでぜひあのお手紙お待ちしております。プレゼントとかはね、もう皆さんの気持ちなので、あの、そう、あれなんですけど、ありがたくいただきますけれども、あの、何？なんて言うんだろう。送んなきゃって絶対思わなくて大丈夫ですかね。お手紙は、あの、送んなきゃって思ってほしいぐらい欲しいです。あ、そこはやっぱさ、嘘つけないから。そう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 。プレゼントはやっぱその何お金もかかるから、その皆さんの気持ちをいつもありがたくいただきますけど、手紙に関してはあのそう書いてほしいおねだりしたいぐらい手紙をね、時間があればお手紙も書いていただき、まあ手紙書くのもね時間かかりますから、そう無理なくですけど
書いてくれたら、まあ、ニコニコします、私が。こんばんは。手紙の分量見てお願いなので引かないでください。いやいや、誰だと思ってるんですか私を。高橋さやかなんですけど。任してくださいよ、任してくださいよ。よいしょ。全然もう好きなだけ書いていただいていいですからね。うん、可愛くない？こうやって切るの、さ、こうやって切るの好きなんだけど、首立てて切るやつ。うわー、髪切りたい。発作、発作が出ちゃう。でもこれ薄手なんでね、冬はちょっと寒いと思う。冬はめっちゃ寒いと思う。普通に薄手のウィンドブレーカーみたいなやつだから、ナイキの。ひらりんさん、似合うギフトありがとう。カッポストカードでお手紙書こうと思ったんだけど、まだ届かない。まだ届かないの？あれ夏前とかにやんなかった、あのイベント。不思議ですね。こんばんは、さりん、こんばんは、こんばんは。お手紙にさやかな反抗をしてました。え、そんなの用意してくれたんですか、嬉しい。探そう。なんかさ、今コーヒー飲んで、カフェオレ飲んでんだけどさ、牛乳切らしちゃってさ、なんかすんごいちょっと、すんごいちょっとの牛乳で今飲んでる。だからこれはカフェオレっていうより、これはコーヒーですね。コーヒーにちょっとミルク入れる人の量だった、今日の牛乳は。なんか明日ぐらいまである予定だったんだけど、なんかちょっと今日枝豆のポタージュ作っちゃって、ちょっと料理で牛乳使ったからなくなっちゃって、明日の朝は牛乳飲めないんだけど。あれかな、朝、いや朝寒いからな、ちょっと明日寒いんでしょ、しかも雨でしょ。うわ、買いに行くのめんどくさいな。朝は我慢だな、我慢ですね。こんばんは。素直な陸上選手みたい。真面目だね、ちゃんと着るタイプの。確かに陸上の選手これ着てるわ。確かし。こんばんは。今買いに行くとか。いやー、もう、まあ、でもまだ7時なんだよな。なんかさ、今気分的に10時ぐらいなんだけどさ、まだ7時なんで、まあ、ワンチャンなくはないよね。自転車をかっ飛ばすっていう手はなくはない、なくはないけど、めんどくさいが勝つ気はしているよ今ものすごく。こんばんは。明日の朝カフェオレね、飲みたいよね。悩ましいです。こんばんは。明日どこに服買いに行こう。どこって服買ったらさやおしゃれになれるんだろう。長年の悩み、疑問。こんばんは。運動できる？いや、私は運動は本当にあの遠い人生を送ろうと頑張っています。いかに運動から距離を取れるかですよ。ディスタンスを取れるかです。そう、できない人間はね、どれだけこう触れないで生きていくかってことですからね。根も葉ものレッスンやっている？やっていません。さやが参加できるレッスンが今現在開催されておりません。渋谷？原宿？まあやっぱそうだよね。原宿はさ、なんかあんまりいい服屋さんがあるって気がしないから、いや、わかんないんだけど、
さがいつも原宿に行ってもなんか出会えないから、行くなら渋谷。渋谷人多そうだね、怖いな。そんなこと言ったら東京どこも出歩けないんだけど。渋谷ね、109とかいいよって衣装さんには言われた。そう、この前っていうかだいぶ前だけどさ、みゆちゃんと一緒にさ、ビッグワンガールズさんに載せていただいたことがあるじゃない。あの時の衣装を用意してくださったスタイリストさんに、なんかあの時の服結構好みだったの、私の、あの水色のセットアップみたいなやつ。なんかこういう服ってどこ行ったら買えるんですかって言ったら、これは109で探したよって言って、ああねってなったんで、まあそれ以来109一度も行ってないんで。109なんてさ、多分3回人生で3回4回ぐらいしか行ったことないんでね、また行こうかなと思うんですけど。こんばんは。ちょっとケチらずにね、新しいお洋服買おうと思って、まあ明日そうですね、ちょっと外出する予定があるので渋谷行こうかな。新宿のルミネに行けば大体揃う。なるほどね、新宿のルミネね。あー、服見たことねえな。新宿のルミネさ、入ったことあるかな。ないな、多分ないな。こんばんは。行ってみますか。新宿と渋谷って2駅ぐらいだよね、すぐ近いから。駅に直結してる。確かに明日雨だからね、雨だから新宿のルミネ行くってのありですね。外出ないでこう見えるみたいな、ね、じゃあその渋谷新宿あたりをさまよっていい服に出会えるといいなと思いながら、ちょっとお出かけしたいと。ルミネ新宿の南口、分かった、南口を目指せばいいってことね。新宿に駅に着いたら、新宿駅ってなんかあれだよね、めっちゃ迷路みたいなね言うから、ちょっと南、めっちゃ上の黄色い看板を見て南口を目指すね。 OK、 任せろ、方向音痴だけど頑張るから。いい服買えたら皆さんにご報告します。あ、そう、なんかね、東口にもあるのね。最近一着だけね、あれ、これどこ行った時だっけな、どこ行った時だったか忘れたんですけど、ハニーズに、どっかのハニーズに行ったんですよ。え、それマジで、いつハニーズに行ったんだ、ちょっと忘れちゃったんですけど、トレーナー1枚買いました。可愛くない、スヌーピー、ここにもスヌーピーついてる。ちょっと今これ、あの洗濯した後なんで、まだちょっと湿ってるんですけど、干してあるのを持ってきた。かわいいでしょ。これ L サイズなんで、ちょっと大きめにこう着れる薄手のトレーナー、これだけ買いました最近。これは2000円ぐらいだったので補欠しました。まあ、2000円ぐらいだとね、毛玉になっちゃうので今年だけかなって感じなんですけど、まあ今年だけです。こんばんは、お疲れ様です、こんばんは。いや今日はね、今日もねジムに行ってきたんですよ。で、毎日のように割と、あのワクチン打った日とその次の日、じゃあワクチン打った日は行ったんだ、ワクチン打つ前に。ワクチンのあと2日以外は契約してから毎日通ってるんですけど、やっぱね筋肉痛がね、やっぱりこう生み出されてるわけだから、今日マジできつかった。昨日の筋肉痛が尾を引いていて、今日の筋トレやら何やら全部きつくて、しかもさ、このご時世だからマスクしたままさ、あのやるからさ、もう酸素ってなった。酸素が枯渇していて、めちゃくちゃ今日きつかったんだよね。
でもなんか筋肉痛ってことはね、筋繊維が傷ついてこうさらに強固になろうとしているということなので、あ、いい変化だなと思いつつ、マジきつすぎだろうと思ってました。こんばんは。ナイキ着てんの珍しくない？うん、確かにそれスポーツブランドの服あんま着ないから珍しいかもしれない。確かに靴はナイキ履いてますよ。ナイキ好きなんだよね。そや、うちの兄ちゃんがナイキ好きだから多分その流れでナイキが好きなんだと思うけど。わざとさん、お疲れ、ギフトありがとう。さやは今履いてる外履きのスニーカーもレッスンシューズもナイキです。一応こんばんは。いや、ナイキって決めてるわけ、私はね決めてるわけではないんですけど、なんか今レッスンシューズにしてるのがね、プレゼントでいただいたやつなんですよ。で、外履きにしてるのは兄ちゃんからもらったやつなんですよっていうもらい物で生きてるのがまたバレる、またバレるな。遊びに来てよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。よいしょ、そんな感じですな。で、まだねこう開けてない靴があるんですよ。買ったはいいけど開けてない靴が一足と、お父さんからもらったけどなんとなくまだ開けてない靴が一足、待機スニーカーが今2足いるんですけど、さっさすがにそろそろ開けようかなっていう。もうね、今履いてるやつが結構もう履き潰してて、結構もうボロボロなんですよ。だからちょっとそろそろね、世代交代の時代かなって感じ。兄ちゃんからもらったのはね、普通のやつですよ。エアマックスじゃない、なんか見た目かわいい重視だった気がする。エアマックス、お父さんからもらったやつエアマックスだった気がする。こんばんは、こんばんは。ちょっと今度履いたらまた、あ、でも今あれだ、ダメだ、スニーカーめっちゃスニーカーの話しちゃったけど、写真とかで載せるの今ダメだわ。またお話しますね。今ダメだったわ。こんばんは。競合他社だったわ足のサイズはいくつですか？ 23.5 です。妥当じゃない？めっちゃ、まあ160センチだったら 23.5 ぐらいかっていう感じの普通のサイズです。普通のサイズです。え、でもさ、普通にさ、ニューバランス1個欲しいんだよな。一時期履いてたんだけど今持ってないんだよね。ニューバランス欲しいな。でもまだスニーカーのね、買ったはいいけど履いてない在庫が2足もあるから、ちょっと今は買えないっすね。自分でちょっと買えないな。今持ってるやつを履きなさいってなるからな。ちょっとで、ニューバランス可愛いよね。兄さんはジョンマイラブ見に来てくれた？じゃあ兄ちゃんね、そう、ちっちゃい子供が2人いるからさ、遠出はねちょっとって感じでね、なんですよ。なんか配信があればね、うちの兄ちゃん多分さやのこと好き、あ、多分ってかうちの兄ちゃんさやのこと好きだから、多分配信だったらまあしぶしぶ見てくれると思うんだよね。って言いながらね、多分見ると思うんだよね配信してほしいな。あの、うちのねおじいちゃんおばあちゃんもね、ちょっとやっぱさすがに愛媛は遠くて、やっぱ片道8時間9時間ぐらいの移動はやっぱもうね、そう、若くないからさ、全然元気なんだけどね、さすがにきついということでちょっと来られないので、配信があればそんな悩み万事解決みたいなね感じなので、配信してほしいなと
そういうのも含めて思いますね。あと友達とかにもね、ちょっと頑張っているんやでってこう見せつけたいよね言い方見せたいですね。結局さ、長野でイベントとかライブがあんまりないから、友達とかにね、さやがね、なんか仕事してる姿ね、見てもらったことないんだよな。まあ噂には聞いてるけどみたいな感じだから。ちょっとニバラス買いました。お、いいですね、メンバーとお揃いじゃないですか、最高。ニューバランスプレゼントしたいけど1万円超えちゃう。もうそんな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 気持ちだけで嬉しいですよ。そろそろ長野でもイベントしたい。そう、なんかさ、そう、ハマちゃんといっぱい話す機会が、ハマちゃんってすごい滋賀で仕事がねすごいあるんですよ。そうだから、なんかその話を聞いてるといいなと思って。さやも長野県のこと大好きだけど、なかなかね長野でのお仕事にはつながらないので。でもさ、それ東京にさ、こう住んでみてさ思ったんだけどさ、東京に住む前まではなんか東京の方が住みやすそうみたいな、便利そうと思ってたけど、住んでみちゃうと、いや絶対この仕事してなかったら長野に住み続けたいわって思うことがだいぶ増えてというか常に思っているので、将来は長野に家買いますかね一軒家を建てるなら長野ですねって感じ。残念ながら東京はちょっと田舎育ちの私にはちょっとね、住みやすさ的にはね、慣れ親しんだやっぱ長野がいいなと。やっぱ失って気づくことって多いですよね、非常にね。こんな感じで、いやー帰りたいな長野。先月帰ったんだけど、あれ先月だよ、先月のこの時期に帰ったんだけど、もう帰りたいもんね。1ヶ月しか経ってない、おかしいねフフ空を狭く感じますか。まあ東京はね、そうですね、なんか空を空として認識してないですね私は。空って丸っこいもんだと思ってるんで、東京の空は丸っこくないじゃん、邪魔やん、あ、ビルビルみたいな。だからあんま東京で空を見上げて空だなってあんまり思ったことないかもやばくない？でもね本当にそう、考えてみたら東京の空を空だなと思って見上げたことあんまないわ。星も見えないし、東京で一人暮らししたら心病む。まあでもどこで一人暮らししても一旦みんな病むと思うけどね、ちょっと寂しいなって、まあ、みんなではないか、東温市も田舎だと思う。まあ言葉を選ばずに言うと私もそう思う。長野県と同じ匂いを感じるもん、すごく景色の感じとかね。こんばんは。だからなぜか東温市すごい初めて来た気がしないって感じ、なんか慣れ親しんだ土地のような気がしちゃうね、似てるもんで。長野ね空は狭いですよ、山高いから意外と狭い。なんか、まあ、東京とか都会に比べたら全然一面見渡せる丸い空って感じなんだけど、山が高いから結構狭い。なんか今までそんなこと思ったことなかったの、それが普通だったから。で東京と長野ぐらいしか行ったことがなかったから、長野は空が広いなと思ってたんだけど、愛媛に来たらん？
長野空狭いなみたいな、山高すぎてめちゃくちゃ狭いぞってなった。愛媛めっちゃ空広いよ、すごい。山があんまり高い山がないから、でなんなら海とかがあるからめっちゃ広い、めっちゃ広いっす私びっくりしたもん、マジびっくり。誰しも生まれ故郷は愛着がある。いやそうなんだよ、だからさ、つやが東京で生まれ育ってたらさ、なんかもっとさこう住みよく感じたんだなと思うんだけど、残念ながらここは地元ではないので、友達もねいないしね、みんな基本そう、まあでも半々ぐらいだな、東京出てること。いや半々までいかないか、長野から出た子が半分、長野にいる子が半分って感じかな。でその長野から出た子の中で東京にいるのはまたさらに一部みたいな感じですな。長野行ったとこ、ん？長野行ったけどいいとこだった。いいとこでしょ？それな、わかる。でもたまに東京も悪くないなって思うこともある。あ、でもね、それはね、思うよ。やっぱり、長野、家にいるときは足がないからさ、車持ってないから、その自由にこう出れないわけ。まあ、親に車を出してもらうとかしないといけないけど、東京は基本ここ行きたいなと思ったら一人でどこにでもね基本行けるから、それはめっちゃ便利だし、そのやっぱ便利さで言ったらやっぱ東京に勝るところはないなとは思いますね。交通もやっぱすげえ発達してるから、そう、しかも本数も多いからさ。ぼっちゃん劇場コスモス畑の中にある。コスモス畑の中っていうか、ぼっちゃん劇場のね真裏がコスモス畑なんですよ。そう、中っていうよりはね、そう真裏に畑があるって感じですね。さらに免許を持っております。普通免許、オートマ限定下灘駅よね、行ったことないんですよね下灘駅ね。今月は何回か愛媛往復したらトーン市に着いたらホッとするんだったちょっとあののどかな感じがね、なんかちょっと肩の荷が下りた、こう都会の喧騒からこう外れた感じがしますよね。あ、でも都会に住みじゃないか、不思議ですねもうそれぐらい愛着がついちゃってるんですね。こんばんは。ただ東京は物価が、東京は物価そんな高くないよ、なんなら物流いいから安いまであるよ。なんか昔の定説では、都会は物価が高い、田舎は物価が安いみたいなあるけど、今はもう全然そんなことない。なんなら長野の方が全然高い時とかあるし、その野菜とかの場合は長野で育ててる野菜とかはまあ安かったりするけど、まあでもそうでもなければ、やっぱ県外から来る野菜とか別に一回東京通ってから来るし、全然ね東京の物価はそんな高くないよ。しかも今はネットショッピングが主流になったから、どこでも同じ値段で買えるしね。物価はね、そう別にね、もう今はね変わらないというか、なんなら安いまである、物流良すぎて。そう、愛媛は電車賃が高い。あのね、愛媛だけじゃないのよ電車賃のね。そう、田舎の私鉄はねどこも高いんですよ。そうそう、気持ちはとてもわかる。え、この距離でこの値段取るのみたいなね、あるよね、わかる。でも伊予鉄はねさえも高いと思ったうわー、地元の感じと一緒って思った。鉄はね高くなりがち。東京の電車バスは安いですね。
東京の電車初めて乗った時びっくりした。地下鉄とかってさ、だいぶ遠くまで長く乗ってもさ、え、この値段みたいななりません？私は毎回なるよ、未だになる。もう地下鉄とかさ、東京の電車乗るようになってからはだいぶ経つけど、この仕事始めてから乗るようになったから、未だにね、え、安ってなる。こんなに移動してこれでいいんですか、意外と、え、この値段でいいんですかみたいな、びっくりする。安いですね、ありがてえって気持ちですフ毎月生きてるだけで家賃が引かれていくの泣ける。それな、なんならさえ、なんならさえやってるか、ファンの人もみんなそう、愛媛に来てる人はそうだと思うけどさ、住んでないのに家賃引かれるの辛くない？来月とかさ、ほぼこっちにいないのにさ、家賃はさ普通に引かれるからさ、当たり前なんだけど、辛い辛いなって思う。長野に行った時、地元の人がみんな優しかったから、いつか住みたいなと思ったよ。そうですね、それはあるかも。なんか、まあ、長野のそのとんでもない山奥の村とかはちょっと微妙、わかん、あの住んだことないのわかんないですけど、それなりのとこ、なんて言うんだろう、まあ都会まではいかないけど、まあその都会、長野のベッドタウンみたいな、長野市のベッドタウンみたいな、らへん混ぜたかだったら、なんかあのよく田舎ありがちのなんか強すぎる、なんていうの、縄張り意識というかさ、はあんまりないので、ちょうどいい空気感だと思う。ちょっとね、山奥の辺境の村とかだとちょっと まだ分かんないですけどちょっと分かんないですけどね。そうそうそう、地元でも美味しいお肉や魚はそれなりにお高い。やっぱ名産品はやっぱね、お高いですよね。それはしょうがない、それが産業ってもんじゃ。施設があるだけでちょっと羨ましい。確かに確かに、本当の田舎はね、ないからね。長野県民は結構、ん？なんだっけ？長野県民はシャイですが、仲良くなると結構グイグイ。まあ確かに、長野県民、シャイ多い気するわ。その、全員が全員ではないけど、その、傾向的に、ちょっと、多いかもね。もしかしたらあるかもしれない。こんばんは。私が人見知りなのもそれのせいかもしれない。で最近さね、人とすげえ話せんだよね。この前どこ行った時かな。なんか喋れる自分にびっくりしたんだよな。人間とコミュニケーション取れる、まあ別に人間以外とコミュニケーション取れないけど、人とコミュニケーション取れるようになってるって。そう最近思ってます。愛媛のいた時もそうだけど、駅員さんとかと喋ったしね。うん、大人になったね。店員さんとかに話しかけられても前ほど嫌じゃなくなったかな。前はもう本当に話しかけないでくれ、話しかけられた瞬間にお店を出るぐらいの勢いだったんですけど、最近はね、話せるようになったね。成長、やっぱ人間って成長するもんだな。成長するもんですね。よかった、成長できて。このままだったらどうしようかと思ってたんで成長できてよかった。危なかった。
そういうのを聞くともうすぐ20歳を感じる。いやそうなんだよ。てか明日からあれだ、誕生日カウントダウン始めなきゃ。みんなと約束してたもんね。みんなと約束してたもんね。熊本ツアーに行った時馬刺し美味しかったけど、それなりのお値段でした。まあ馬刺しは高いよね。馬刺し食べたいなってちょうど昨日から思ってんだよねどこ行ったら買えるんだろう馬刺し。お肉屋さんとか行ったら買えるのかな。こっちでもどこ行ったら馬刺しって食べれるんですか。わかりません。手紙、妹の感想も書きたい、決まって、いや、いくらでも待ちますよ、いつでもいつでも。長野のライブは都会のライブに比べておとなしい感じがする。なんか前アーティストさんが言ってたんですけど、長野県民盛り上がりあんまりよ、なんかよくないらしい。そう、盛り上がりなんか県民性がやっぱあるらしくて、全国ツアーとかすると長野県民は結構おとなしいらしいよ。そう、他の県では盛り上がるところが長野県民は結構なんか静かに見るっぽくて、難しいって言ってた。やっぱ演者からしたらさ、盛り上がってもらえた方がいいじゃん。ちょっとバラードとかでね元気にされたら困るけどさ、その盛り上がる曲はさ盛り上がってほしいけど、なんかあんまり、そう、あんまりこう盛り上がりが良くないらしい。寂しいらしいよそうなんだって思ったけど、あんまその他県のねライブに行ったことがないので、あんまりは私は実感したことはないですけどね。関西とか騒がしいよ。騒がしそう、確かに。でも楽しそう、その方が。ライブとかは特に。スーパーにあるよ。マジでさ、スーパーで馬肉なんて見たことないんだけど、なんかそういうちょっと特殊なスーパーですか。浅草に有名な桜肉のお店があります。あ、そうなんだ、ちょっと調べてみよう。食べたいな今月さえ食費かけすぎなんだけど、なんか贅沢してるわ。まあ、前半がね、あの愛媛でスーパーの惣菜買ってたから割高っていうのはあるんですけど、帰ってきてからもすごい食費使ってるんだよな。食べたくなっちゃうね食べたくなっちゃったんだよね。こんばんは。まあでも今ねすごい食材いっぱいあるから、今月は買い物ほぼ行かないと思います。マジ牛乳ぐらいしか買わないと思う。いっぱい食べなこっちは痩せたいのに食べちゃうんだな近所のスーパーは普通に馬肉売ってるけど、普通は置いてないのかな。さ、馬肉って長野のスーパーでも見たことない、見たことないことはないけど、いや見たことないか、見たことないな、うちのスーパーでも見たことないな。近所にお肉屋さん、精肉店があるんで、ちょっとそこ覗いてみようかな。まだ行ったことないんだよね。精肉店あるなぁとは思いつつ行ったことがないので、ちょっと覗いてみて、ないかなぁワンチャンって思ってます。焼肉食べたい焼肉食べたいなぁ、焼肉食べたいですね。バーベキューしたいですね。バーベキュー、 BBQ がしたいなぁ。もうそんな時期ではなくなってしまいましたが、バーベキューがしたいですね。めちゃくちゃ厚着してバーベキューしたいですね、この時期ね。ちょっと寒いですね。一人焼肉、一人焼肉ありだよね。ありなんだけど、やっぱ焼肉って高いじゃん。だからちょっといけないよね高いなって思っちゃう。
そんな感じだね。ランチなら安い。いやそれは思った。そうなんだよな、ランチだったらちょい手出せるかなってなるんだよな。今月末冷蔵庫がもし空っぽになったら愛媛行く前に一焼肉挟もうかな冷蔵庫の中身を消すことに追われていたらお預けにしよう。いやあと今冷蔵庫に入ってる材料で何日さえが生きられるか全然想像がつかない。献立を立てるしかないですね。どうしようかな。どんなもんなのかな。こんばんは。でもね最近ちょっと顔がね痩せた気にするんだよね。気のせいかもしれないけどちょっと痩せた気がする。フェイスラインが出てきた気がする。20は5にはなるけど。こんばんは。運動しているおかげでちょっとシュッとしたような気がします。でも自分でそう思ってるだけなのでみんなから見たらいや何も変わってないですけどって思われるかもしれん。前髪今日直してないからめっちゃ長い。こんばんは。運動してるとご飯が美味しく食べれる。それな、お腹すくからねめっちゃ美味しく食べれる。やっぱ空腹が一番のね調味料ですから。そうジムの効果かな、あると思う。ジムの効果は結構ちゃんと運動してるからね割とちゃんとね、ちゃんと目にやってる。ナイキが似合ってて可愛い。ありがとう。寒いんで厚着しています。さっき半袖でいたら寒かったから上着着てます。最近プロテインは飲んでる？昨日は飲みました。今日はちょっと食事でタンパク質いっぱい取ったのでこれ以上カロリー取ってもなと思ってやめました。こんばんは。今日は鶏肉と卵をちょっと多めに食べたので、ね、あんまり取りすぎてもねあれなので。サリンと遊園地行きて。遊園地行きたいね。それなマジ遊園地行きたい。遊園地行きたすぎて泣いてる。無理。行きたいよ。仕事で動き回ってるのでもはや運動になってる。それがでもさ一番良くない？一番時間効率いいと思う。運動がてら仕事してお金もらいながらさ健康になってるってことでしょ。めっちゃ良くない？辛いけどその肉体的にはしんどいけどさ、そう考えたらなんか仕事も頑張れる気しない？ポジティブにやっていこう。こんばんは。今日実力テスト1日目。うわテストの時期ですか。さやはもうテストの時期とか覚えてないですけど、お疲れ様。国語と数学と英語ヘビーなの3つですね。頑張って明日もファイト。テストね、さやも頑張ってたな。テスト懐かしい。テスト勉強してた自分懐かしい。夜中の4時までやってたわ一夜漬けだから一夜漬けで。でもあの点数はちょっと控えめに言って天才だったな自分。あんま調子に乗るなって話ではあるけど今日のサインサッカー部のマネージャーっぽさ出てて可愛い。やった
絶対マネージャーとかできないけどね。おかげで仕事終わりクタクタです。お疲れ様。私もいつも一夜漬けでした。それな、いかにやっぱ一夜でこう頭に詰め込めるか勝負ですよね、テストっていうのは。こんばんは。私も仕事だるくから運動して気になる。いや、いいね。学生には戻りたいけど、あのテストに追われるのはもう嫌だ。そう、それテストも含めて全然学生に戻りたいけどね。高校生もう一回やりたいけどね。テスト勉強しに戻ります。頑張ってね、応援してる。この一瞬配信見に来てくれたのが息抜きになっていれば幸いです。こんばんは。紫かっこいい、ありがとう。かわいいでしょこれ、3色になってんの。こんばんは。テスト頑張ってね。頑張ってきます。頑張ってね。あの頃は深夜に755の投稿があってまだ起きてたのかって驚いた記憶。確かにめっちゃ夜中に投稿してたもんね。今思えばなんて迷惑なんだと思うけど、みんなね通知オンにしてくれてる人が多いからさ、寝てたのに起きちゃったよみたいな絶対あったと思うわ。こんばんは。大学生に戻りたいです。自由だから。なるほどね。大学生行ってないからね。大学生の楽しさを知らないのはなんか損してるなって思う。こんばんは。私も元気に仕事行ってこようね。家も一回帰ってきてゆっくりできたと思ったのに、もう一度頑張ってね。こんばんは。でもなんかそうだから絶対来世があれば、来世が同じような人生だったら次は絶対に勉強頑張る人生やりたいんだよね。だからね、高校、まあ、高校入ってからも頑張ってたけど、中学まで8入るまでマジで結構ガチ勉強頑張ってたガールだったんですよ。学年順位4位5位みたいな、そうで、うわ負けたみたいな人とやってるタイプの結構ガチ頑張りガールだったんだけど、こっちのね、この人生ではね、こっちの人生、こっちのね活動を楽しむぞという方にあのハンドルをグーンと切りましたので、来世は勉強がそのまま頑張り続けて大学に入る道も楽しんでみたいなと非常に思っている。中学に戻って部活に燃えたい。まあ確かに中学ってやっぱ部活燃えてるイメージあるわ。いいですね。さやは部活苦手だったのでその気持ちになったことがないのでなんか羨ましい。部活に人生捧げるみたいなやってみたいですね。いやー部活でもさやは無理だったな。頑張れない人でした。毎日学校終わりに同じ活動するっていうのがなんかダメだったんだよね私はね。まあ向き不向きってもんがあるんだなと学ばせられました。日本語難かったわ今。こんばんは。合ってたかな今。帰宅部、小中は合唱部やってた。 AKB 入ってからはね入ってない。物理的に両立が無理だったので。私は来世も高橋さやかちゃんのお宅でいたい。え、じゃあさやも来世アイドルになんなきゃいけないじゃん。すごい。でもそれぐらいの気持ちってことですね。ありがとう。さやの来世がアイドルが約束されちゃったな。おもろ。今から勉強しても良いよ。
今から勉強ね全然ありなんだけど、ありなくはないんだけど、そしたらこっちの仕事は一旦こうね止めなきゃいけないからさ、それがねちょっとこっちの世界頑張ろうかなって、こうハンドルをせっかく切ったので、そこでこうブレーキをかけるのはもったいないかなと思っています。こっちの道を選択したからにはもうアクセル踏み続けるしかないですから。普通にね、あの資格の勉強とか全然しようかなと思ってるんですけどそう、資格の勉強とやっぱ英語やっぱ喋れるようになりたいんで、だからそういう勉強はちょっとしようかなと思うけど、今から大学目指すとかは、もっとなんか、あの今さめっちゃ社会人になってもう30、40になってから大学入り直す人とかいるじゃない、そういう感じの大学進学はあるかもしれないけど、このぐらいで進学は、しないかな。あ、そうだ、来年3月にあるパンシェルジュの受付今始まってるからやんなくっちゃ、めっちゃ忘れてた、忘れずにやらなくちゃ、今年こそ受けるぞ。ということでそろそろ終わりにしますか、半過ぎてますね。ではランキング読みます。13位ちゃん将軍さんありがとうございます。12位さとちゃんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位ともっちさんありがとうございます。8位バイコゾウさんありがとうございます。7位かぼちゃ先生ありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位ひらりんさんありがとうございます。4位とどころさんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位まさとさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。ありがとうございました。皆さん今日もお付き合いいただきまして、また明日、明日は金曜日最終日ですよ1週間、みんな頑張っていきましょう。ではおやすみ、バイバーイ。